こんにちは。今回紹介する美少女は石川玲さんです。この動画では石川玲さんの水着画像、ダンジェリー画像、お尻画像なんかのエッな写真を紹介しています。水着写真集ダブアンナタフゴ立夏2019年6月21日にデジタル版で発売。今回の写真集は全編水着らしく、ファッション始発の写真集らしく流行の水着11着を着こなし、ファッショナブルにおしゃれな体を披露してくれているようです。男性の目線だと全てで見えてしまうことは間違いないでしょう。動画最後に一番のエッな写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。女優やモデル、クラリアで活動している石川レイさんのデジタル写真集の水着姿やランジェリー姿なんかの激化話題な写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った石川レイさんの写真があったら高評価ボタンや石川レイさんのこの写真がいいなどをコメントで教えてください。最近はあまりグラビアに進出をしてこなく、いきなり画像を見たくなる方も多いんじゃないかと思います。スレンダーボディでショーカーでめちゃめちゃ可愛いし素敵です。水着にランジェリーにいろんなセクシーショットでお楽しみください。モデルにクラビアに女優までこなす石川玲さん、1993年7月18日生まれで栃木県は栃木市出身。身長165センチ、3サイズ83、56、83センチ。一角という佐々木希にのルックスでスレンダーエロボディです。高校卒業後武蔵野大学グローバルコミュニケーション学部に進学、地元が栃木県だったということもあり大学進学に伴い上京した19歳の子は渋谷でスカウトされたことをきっかけに芸能活動を開始。芸能活動を開始したのは良いが、最初のうちは全くと言って良いほど仕事がなかったそうで、居酒屋でアルバイトなんかもしていたそうです。仕事もないこともあり彼女自身大学の学業を優先させようと心に決めていた矢先、ビリギャル表紙モデルに抜擢をされ、このビリギャルは大ヒット。大ヒットに伴い彼女自身の株もあらり、女優やモデル、おまけにクラビアの仕事まで入り今に至います。2017年からは歌唱誌キャンキャンの専属モデルにも抜擢をされ、本格的にモデル活動を開始。そんな石川玲さんですが、実は地元愛がすごいみたいで、母校でもある国学院大学栃木高校のある球磨応援にも普通に駆けつけるみたいようで、2016年には栃木県栃木市のふるさと大使にも抜擢をされています。栃木県の大好きな石川玲さんの得た写真を動画にしてみました。めっちゃスタイルが良いです。お尻は美人、足は美脚、おっぱいは少し小さめながらもやっぱりスタイルはかなり抜群だと思います。これは下心を持って見てもらった方がきっと楽しいかと思います。ナイレストセラー、ビーギャルの表紙で金髪ギャル姿が話題になり、その後は少しお姉さんで母性に切り替えて佐々木希さんを彷彿とさせる姿がたまりません。最近ようやくそのエロさとリブ割り席も気づき始め、東京タラレバ娘にも出演して女優として活躍していましたが、クラリアを着たいとやめたことが一気に露出がダウンした気がします。昔はセミの裏でお胸の形まで完全に似せちゃってた女の子様、普通に女優さんとして出演していると新鮮でしたが、全く映画姿がなくなると残念でした。水着姿を久々に見せてくれたので、この勢いでまたエッナクラビアも提供してもらいたいですね。では石川玲さんのエッナ写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。